それがしの国には桜というセレッソの木に似た、それは美しい木があるのだ。この並木道は桜にも勝るとも劣らない美しさがある。懐かしい。したことないゆえ、口に合うかどうかわからぬが、よかったら食べてほしい。そこまで大層なものではないが、どうだ。まことか。ふるさとの母上の味を真似してみたのだが、安心だ。恋人同士というものは、それらしい特
別なことをするのだと聞いた。恋人らしいこと？手をつないでデートしたり、キスしたりとかか？さよう。手をつないだり。お？キス？キスとはつまり接吻のことか。いや、さすがにそれは。いや、しかし。それは。いや、どうしてもというのであれば。すまぬ。気分だ。今日のような暑い日にはまさに夢心地だな。桟橋の方へ行ってみようぞ。良い眺めだ。この広い海に比べて自分のなんとちっぽけなことよ。こんな気弱なことを口走るとは。今日のそれがしはどうかしているのかもしれない。からかうのも大概にしてくれ。今日のためにお弁当を作ってきたのだ。料理などほとんどしたことないゆえ、よかったら食べてほしい。そ、こんにちは。その、また会えて嬉しい。
良い眺めだ。この島の紅葉は毎年本当に綺麗に色づく。これほどの紅葉をこの瞬間独り占めできる。これを幸せと言わずして何を幸せと言おう。そのようなことを真顔で言うでない。恥ずかしいではないか。実は今日のためにお弁当を作ってきたのだ。料理などほとんどしたことないゆえ口に合うかどうかわからぬが、よかったら食べてほしい。そこまで大層なものではないが、どうだ。まことか。ふるさとの母上の味を真似してみたのだが、そうか、口に合ったか。よかった、一安心だ。おはよう。今日も良い日になるといいな。恋人同士というものは、それ恋人らしいこと？さよう。手をつないだり。キス？キスとはつまり、いや、さすがにそれは。その通りだ。結婚前の男女がそのようなこと。ごめん。殿が二人で教会を見に来てくれと言っていたが、グレードのらしい粋な計らいだ。それにしてもどうして二人で。そういうことか。いや、なんでもない。
今日のためにお弁当を作ってきたのだ。料理などほとんどしたことないゆえ、口に合うかどうかわからぬが、よかったら食べてほしい。そこまで大層なものではないが、どうだ。まことか。ふるさとの母上の味を真似してみたのだが、そうか、口に合ったか。よかった、一安心だ。これは本気か。当たり前だ、冗談でこんなものを渡すことはできない。それがしでよければ嫁にしてくだされ。今は無理でも、いずれは味噌汁を作れる嫁になってみせよう。大事にするからね。
誓います。誓います。いいですね。おめでとうございます。おめでとう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 ございます。なんと、よいよい。よ、おめでとうございます。あら、みんなありがとう。異国の地でこのように祝福されるとは、それがしは幸せ者だ。それがしが結婚、まだ信じられない。そうだな。え、いや、大好きだよ。その好きです。
よく眠れたか。どうした？何か問題でも？どうした？どうした？出かけるのか？今日もお互いいい日になるといいな。いつものあれを。やっ。おはよう。夫婦となったからにはやはりなさねばならぬであろう。どうだ、それがしたちにもそろそろ子が欲しいとは思わぬか。それがしは欲しい。あるのだ、聞いてもらえまいか。どうしたんだよ、改まって。それがどうも子を授かったみたいなのだ。え？え？それ、本当なの？やった！やったよ！ついに、俺たちの子供ができたんだね。信じられない。喜んでもらえてよかった。それでこの子の名前を考えてもらえないだろうか。ああ、いい名前を考えておくよ。それよりもあまり無茶はしないでくれよな。子供は嬉しいけど君が元気なのが一番だからね。よく頑張ったね。おめでとう。ありがとう。見て、かわいい女の子。おめでとう。
そろそろ起きる時間だ。起きられよ。おはよう。早く帰ってきてね。私ね、大きくなったらパパのお嫁さん